地球も肉眼では見えなくなってしまったな。ん？やあ、君も地球のことを考えていたのか。メソポタミア号は間もなく太陽系を離れるそうだ。ああ、ごめん。俺は家康、徳川家康だ。君は？ゲルハルト・フォン・ファウスト。あ、彼女はドクター・ローレライ。ドクター・ローレライだって？君があの天才少女か。論文読んだよ。なんてこった。フラクタル幾何学のオーソリティがこんな美少女だったなんて、会えて嬉しいよ。ローレライ。女性復活、ローレライの謎。だって僕すき焼きなんて食べたことないんだもん。どんな味がするんだろうな。ちくわみたいな味かな。肉料理なんですから肉じゃがに似てますわ、きっと。わったわった。じゃあ手を貸して材料買ってこい。あー、くださいな。牛肉のバラ1キロください。おう、ライムちゃんいつも可愛いね。あ、そうなの。はい、上ロース1キロね。頼んだのバラ肉だよ。サービスさ。ありがとね。へい、お待ち。豆腐にえのきにしいたけ。こいつはおまけだ、チェリーちゃん。ありがとうございます。はい、白菜、春菊、長ネギ、人参と。細かい銭はその笑顔で負けとくぜ、ブラッドベリー。へへ、悪いね、いつもいつも。馴染んでやがんな、三人とも。おたるくん。あ、お花形。おたるくん、白滝を忘れないでくれよ、白滝を。白滝？僕はすき焼きの具の中で白滝が一番好きなんだ。あの艶やかな純白の肌、ぬめぬめっとした食感、よくわからない味。ああ、白滝を、どうしてお前は白滝なんだ。だー、お坊ちゃま、探しましたよ、お坊ちゃま。旦那様がカンカンですよ、正月にも帰ってこなかったって。ああ、上州屋が再興したことも教えなかったくせに今さら。でもお坊ちゃまの借金は全部返済してくれたんすよ。おう、それで最近借金取りが来ないのか。だが気が悪かったな。今日はお呼ばれですき焼きパーティーなんだ。誰も呼んでねえよ。鍋を囲みながら朝まで青春について語り明かそうじゃないか、おたるくん。おたと、これは何する。失礼よ、失礼しやー。足が先に。すき焼き、すき焼き、嬉しいな。すき焼き、すき焼き、やめろよその歌は。貧乏丸出しじゃねえか。貧乏、貧乏、悲しいな。貧乏、貧乏、悲しいな。子犬が引かれそうだってのにバーッとしてやがって。ごめんなさい。謝ってすみやな、不良者いられんで。ってさっさと助けなかったんだ。すみません、おたる様。子犬を助けるためにはすき焼きの材料を放り出さなければいけなかったので、つい僕もそう思ったの。何言ってんだよ。すき焼きと子犬の命とどっちが大事だと思ってんだ。命
もちろんすき焼きさ。ブラッドベリー、今なんて。すき焼きの方が大事だって言ったんだ。もっと正確に言や、オタルの食うすき焼きさ。いいかい、オタル、私にとって大切なのはあんたさ。あんたが泥だらけの食い物を食うなんて私には耐えられない。私はあんたが喜ぶことなら何でもする。あんたのために私は今ここにいる。それだけは分かっとくれよ、オタル。ご心配なく、オタル様。今回のデータは記録しましたから、二度と同じ過ちは犯しませんわ。僕もだよ、オタル。おめえら、それってなんか違うんじゃねえのか。ご歓談中のところ申し訳ないが、オタル殿にお話があります。誰だよ、おい、どこにいる。いつの間に。マミヤ・オタル殿、ご伝言を伝えに参りました。上様が、徳川家康将軍がお会いになりたいそうです。将軍様が。ソウエモン、ご無沙汰しております。オタルを鍛え上げたのがお主だったとはな。これもまた運命というものなのかの。強くなりたいか。オタルは強くなるには優しすぎました。その優しさがあやつの強さではないのか。オタル、ここはジャポネス歴史資料館さ。僕とオタルが初めて会ったとこだよね。ああ。オタルまだ怒ってる。将軍様。ああ、じっちゃんだ。じっちゃん、じっちゃん。おお、ライム、久しぶりじゃの。元気でやっとったか。あんまり元気じゃない。将軍様、お久しぶりっす。オタル、チェリー、ブラッドベリー、お主たちも達者で何よりじゃ。将軍様も元気になられて。ん、心配かけたが、この通り。ライム。これが人間の女。綺麗ですわ。失われし人間の女性、名をローレライという。なんとなくチェリーに似てる。雰囲気がライムそっくりだぜ。この影がブラッドベリー似だわ。ああ、オタル様、恋する殿方の顔してます。ダメ、僕以外の人好きになっちゃう。絵の中の女なんかほっといて、私にしとけよ、私に。オタル、オタル、うわー、うざい。おめら、外で待って。あいつらと来たら。モテるの、オタル。オタルいっぱい怒ってる。そんなことがあったのか。子犬とすき焼き。笑い事じゃないっすよ。俺結構ショックなんすから。まあそう、ライムたちを責めるな。主人に尽くし、主人を第一に考える。本来マリオネットとはそうしたもんじゃ。そりゃそうっすけど、でもあいつらは乙女カイロってのを持ってるんでしょ。人間と同じ感情だったら。その答えは直に分かろう。え、ここはライムが眠っていたカプセル。オタル、こっちへ来なさい。はい。うわ、これじゃよ、見せたかったものは。これは。
ファースト閣下のご指示通り、ゲッテルとセイバードールズには帰還を命じました。ルーベンスは現状待機。ザウベルベルクは予定通り順調に進んでいます。完成次第ジャポネスを。その前に家康を揺さぶってやるのも面白い。これはシャム様、なんすかそれ。うん、これはな、乙女回路成長測定マシンじゃよ。ライム 56%、 チェリー 65、 ブラッドベリー 58、 3人とも順調に成長しておる。成長って、ライムたちは成長してるんすか。乙女回路とは人の心と言っても過言ではない。心あるものは日々成長する。信じられねえ、マリオネットが成長するなんて。あなた、あなた誰。僕オタル、オタル大好き。知ってるのか、成長を。だいたいブラッドベリーがいけないのよ、オタル様にあんなこと言うから。よく言うぜ、お前だってうんうんってうなずいてただろうが。僕うなずいてないもんね。嘘をつけ。どうやら喧嘩しとるようじゃの。しょうがねえなあいつら。将軍様。どうした、オタル。教えてください、どうして、どうして成長するマリオネットが俺のところに集まったんすか。それも3体も。これにゃ何か深いわけでもあるんじゃ。将軍様。よかろう、お前にもついに話す時が来たようじゃ。実はな、オタル、お前と三人のセーバーマリオネットにはこのテラツ全ての人類の希望が込められておるのだ。人類の希望。それは人間の女性の復活じゃ。人間は初めて真の姿を取り戻す。男しかいない現在のテラツーは異常じゃ。男と女が出会い、そして愛し合い、やがてその子供たちに未来を託す。女性の復活なくして惑星テラツーに真の未来などありえんのじゃ。できるんですか、そんなことが。できる、できるとも。お主の愛によってライムたち3人が究極の成長を遂げた時、女性が、人間の女性が復活するのじゃ。人間の女性が復活。なんか俺にはピンとこねえ。どうも初代家康は彼女のことが好きだったようじゃ。わしは15代目じゃから直接の記憶はないのじゃが、しかしわしにとってもこの笑顔は救いなんじゃよ。俺も好きっすよ、この絵。ほほう、それでは恋がたきというわけじゃな。なんだ？ホタル！ホタル様！ホタル！デイ！ショウグ様、逃げましょう！ごめん！しまった！オタル！オタル！ライム、チェリー、ブラッドベリー！さあ、オタル様早く！兄さんは私に任せな！お怪我はありませんか、オタル様？俺は大丈夫だよ。それより将軍様は？
来の縁が。どう？将軍様、何をするんすか。離せよ、オタル。絵が燃えてしまう。ローレライの絵が、わしの心の宝が。無理だよ、もう間に合わないっすよ。オタル、行っていい？取りに行きたい、じっちゃんの宝物。ライム？おめえら。よし、行ってこい。ごめんね、じっちゃん。ありがとう、ライム、チェリー、ブラッドベリー。ローレライの絵はなくなってしもうたが、代わりにわしはもっと素晴らしい宝を手に入れた。それも三つも。うれしいっすよ、俺。ライムたちが自分から。偉かったぞ、三人とも。ホタルに褒められちゃった。どうして？さあ。将軍様、俺はこれからどうすりゃいいんすか。女性復活だって何が何だかさっぱりわかんねえし。分かったところで何ができるのか。今のままでよい。今のまま。三人は確実に成長しておる。確実に。さすればいずれ。ファースト閣下は初代からの記憶を全て引き継いでいらっしゃる。野望、そして苦悩も悲しみ。